中日2軍では首位をがっちりキープする。9日、中日2軍が阪神戦で打撃陣の活躍と堅実な投球で快勝。初回に川越と石垣の連続タイムリーで2点を先制し、5回にはビシエドがノーアウト3塁からタイムリーを放って追加点を奪った。さらに7回にはダメ押しの4点を加え、試合を優位に進めた。先発の石森は7回途中まで投げ、ミエセスにツーラン本塁打を許すも、それ以外はしっかりと抑える好投を見せた。中日は2対8で阪神を下し、貯金28としっかり首位をキープ。2位ソフトバンクとはゲーム差 2.5 を維持している。1軍では5位と低迷しているだけに、SNS を中心にファンからは複雑な心境を表すような様々な声が上がっている。2軍がこれだけ強いなら1軍はもっと強いんやろな。ビシエド上げないの本当なぞ。貯金28はすごい、1軍に分けてくれないか。すでに一定フェーズに切り替えたもの。阪神、ミエセスしか打ってないやん。去年は2軍で最下位だったから首位にいるだけで嬉しい。これが監督の差か。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。